青森川の始発地、浅虫温泉前バス停にて、平内町民バスは、青森県東津軽郡平内町を走る、廃止大隊の自治体バスである。一部の路線は、青森市、上北郡の辺ジ町にも乗り入れる。平内町内のバスはもともと、青森市に本社を置いていた、青森バスによって、青森市内から運行されていた。1954年に、 青森市営バスに買収され、平内側からの効率的な運用を行うために1959年10月1日に、青森市交通部、小港営業所が設置された。1979年12月1日には、現在地に移転した。その後、平内町内の過疎化が進み利用者の減少が目に見えてきた。特に、青森市内への直通便は、 平行する JR 東北本線よりのきなみ運賃が高かったことから利用者は減少していた。そのため1994年4月1日改正で青森市営バスの中のマリンパーク浅虫間を休止。下北交通に路線を譲渡し、平内町による欠損補助を前提とした下北交通小港線の運行を開始した。過疎化はさらに進み。 青森市交通部は、定年職員の再雇用などの経営努力をしたが、利用者はさらに減少したことから、2001年度より、青森市交通部と運行委託契約を結び、欠損補助を行うこととなった。しかし年々補助金が増えていくことや、下北交通、小港線も、同様の状況であったため、平内町は、町営バス構想を練り始めた。 なお、2001年4月1日改正で、小港営業所は、青森市交通部東部営業所、小港出張所となった。平内町は、町営バス構想の結論を出し、2004年4月1日より、人件費が高い青森市交通部との契約を解除し、青森市営バス路線と、下北交通、小港線を統合した上で、小港出張所を拠点に、 下北交通に運行管理業務を委託して、平内町民バスとすることに決めた。これに伴い、小湊出張所は、下北交通に移管され、下北交通、小湊出張所となり、青森市交通部より、車両5台と、小湊出張所設備を譲り受け、陸つ営業所から車両を数台転属させた上で、運行を開始した。ダイヤは、 青森市営バス、下北交通時代の時刻をほぼ引き継いだほか、一部区間では、増便や、経路の変更を行い、さらに運賃を100円200円区間にすることで、住民が利用しやすいバスにした。2005年4月1日からは、平内町スクールバスの運行管理も下北交通に委託している。昭和末期から、平成初期にかけて、急行東田沢漁協青森駅線。 清水川青森駅線、青森駅大島線が走っていた。ありがとうございます。